日本郵便ホンダドリームの岡崎静香です。これが私のヘルメットです。こだわりのポイントは、こっちが天使の羽がついてて、こっちに悪魔の羽がついているところと、あと桜がとっても好きなので桜の花びらをつけてもらってるんですけど、この赤いところも実は桜になっています。桜の花びらの形になっているので、ぜひこの赤いヘルメット、今年からこの桜の花びらの大きいのが赤になっているので、これ見つけてぜひ応援してください。よろしくお願いします。明けのスピードヤマーから出場している池翔太です。これが僕のヘルメットです、こだわりのポイントは、後ろに僕のイラストが入ってます。多分遠くから見たら分かんないんですけど、入ってます。ぜひチームカラーと合ってるんで注目お願いします。こんにちは、3名チーム太郎プラスワンの関口太郎です。 JSB 全クラスに出場しています。でこれが僕のヘルメットです。見えますか？はい、こだわりのポイントはですね、この個人スポンサーさん、そうですね、はい、あとはスポンサーさんのステッカーだったりっていう感じで、皆さんのおかげで走れております。で、こだわりポイントはもう一つは、何年かな、このデザイン、何年、20年ぐらい、あ、そうだ、99年ぐらいからですね、このこうなってるの、はいはい、ちょっと違いはあるんですけど、海外行ってた時も、海外行ってる時もこれ、これ、おお、こういうちょっと色が変わってるとか、蛍光にしてもらってるとか、そういうのはあるんですけど、ほぼほぼデザインが変わってないので、顔ですからね、デザイン、僕的にはコロコロ変えると関口どこだみたいになっちゃうのも嫌なので、雰囲気はもうこのままで、やってる感じです。はい、なので走ってる時ぜひこのヘルメット見つけてください。で、手を振ってください。お願いします。